このトレーニングをちょっとやっとくとですね、本当にいざという時すっごくいい笑顔が出るんですよ。こんにちは、おきょんまもこと加藤ひとみです。今日はこれからですね、明日たるみを取りたいっていう時ありますよね。たるみのほとんどない顔になりたいというか、シュッとした顔になりたいというかね、すごく即効性のある方法をお伝えします。はい、それではいきますよ。年齢重ねとともにですね、顔の下半分は下がりやすくなりますよね。特にこの辺がもっさりして自分でも分かる時ありますよね。なんかこうここのお肉に口角が引っ張られるというか、なんか口角がこう下がっていく感じというかね。でもそれでも明日とにかく若々しく見せたい、大事な日なんだっていう時がありますよね。その時は前の日から準備をします。で、私もこれはやってる方法なんですけれども、ここってね、このブヨッとした感じっていうのは、これって脂肪だけではなくてむくみもあるんですよ、実はね。なのでそのむくみを取りつつ引き締めるっていうやり方なんですね。その方法はですね、いつもやってますね、目いっぱい口角上げてみてください。で、この時はちょっと目はそんなに意識しなくてもいいので、とりあえず口角グッと上げてみてください。あ、ちょっと鏡の準備してもらっていいですか。鏡を見ましょう。はい、そしてですね、はい、笑顔を作ってください。で、今作ってる笑顔、その笑顔なんですけど、そのもっともっと口角上げてみてください。そうするとですね、ここにたるみが気になってる場合は、すごく顔が横に広がったような感じがして、自分ですごく嫌だと思うんですよ、最初はね。でもそこは気にせずに、思いっきり口角を上げるっていうことを意識してみてください。グッと上げて、で、できたらまあこう口は、歯は見せない方がいいかな。閉じた状態でいきましょうか、まずは。はい、そうするとちょっとここ触ってみてください。ここの辺がすごく凝ってるのが分かります。疲れるのがすごくしんどいんですよ。でもこの顔を維持しましょう。で、できたらですね、この状態を1時間以上続けてください、前の日に。通常私がよく言ってるのは、口角に軽く力を入れましょうって言いますよね。それは普段の真顔に笑顔を定着させる意味なんですよね、口角ね。そうではなくて、明日しっかりここのむくみを取りたい時には思いっきりグッとあげます。で、この辺が硬くなるのは分かりますよね。で、だんだんと例えば10分20分で経つうちに、ここの硬さが増してきます。ここで、この時先ほど言いましたように、口角をグッと上げて笑った時に、ここのお肉がむくっと横に流れて、すごく顔が広がったような感じがすると思うかもしれません。最初のうちはそこは気にしないでください。とにかく口角を上げることを意識しましょう。グッと上げて、で、これをずっと続けてるとですね、ここのむくみがさっと取れてくるんです。で、むくみもですし、やはり筋肉もぐっと引き上がるので、それと一緒に脂肪と皮膚が上がってくるんですね。なぜここにお肉がすごく ついてくるかっていうと、もちろん顔の筋肉のこう緩みもあるんですけれども、ここをいつも引き締めてない状態、もうここにギュッとこう力を入れる時間っていうのがなければないほど、ここはいくらでもお肉とかたるみ肉とか、そしてむくみがついてきます。ですので思いっきり口角上げる、ね、こうカチカチになりますよね。で、一日の中でもここに軽く意識をしてくださいっていう話してますけども、それ以外にグッと上げる時間っていうのが欲しいんですよ、実は。顔ダンスの最初でも、はい、口角上げて目をパッと開いてってやってますよね。で、あれは結構短いですよね、曲の導入、最初の部分だけなのでね。なのでですからね、一日の中でも理想は1時間なんですよ。1時間はグッと上げとくぞと。で、これに口角を上げが慣れてきたら、目も開きましょう。目を開いた状態で、ちょっと怖いですけどね、人が見た時どうしたのって言われそうですけどね、まあ家の中でわからない、家事でしながらでも、ちょっとね、何か掃除かけながらでも、そうするとここがね、本当にだんだん引き締まってくるんですよ。で、ここにお肉がつきにくくなってきます。そして、次の日の顔の印象ももちろん変わりますけれども、日常的にこれをやっておくと、この部分に悩まなくて済むようになりますよ。で、もちろん顔ダンスも10分、15分ぐらいは毎日する。プラス、この口角上げ。で、この口角上げのお話をするとですね、よくご質問いただくのがですね、ほうれい線が深くなる。そんな気がして怖いというね、おっしゃるんですけども、顔が下がってきてもほうれい線は刻まれます。なぜかというと、口は動かしますよね。でもお肉は下がってくると、やはりこの口
口周りの筋肉を鍛えられてない状態なので、どうしてもこう口角がこう下がってきますよね。口角も下がりつつここも下がってくるので、どうしてもこう、わかります？お肉がかぶさるような感じでほうれい線深くなりますので、笑顔を作らなくてもほうれい線はほっとけば深くなってきます。だったらですね、こう笑顔を作る時のこのほうれい線に思えるものっていうのは全く本来の老けたもののほうれい線ではないんですよ。頬があってここの影がそういう風に映るっていうだけのことで、そこは気にしないでください。使用を気にしてる間は表情筋は鍛えられないです。で、だんだんともちろん顔ダンスも続けていくうちに頬も上がってきますので、そうすると頬が上がればここの負担取れますよね。なのでほうれい線は気にならなくなってきます。はい、はい、じゃあ一緒に行きますよ。イメージとしてどれぐらい口角を上げるかっていうのを覚えてくださいね。はい、口角上げて、でこの辺ちょっと力が入りますよ。顎ががっちりするようなイメージがあるかもしれませんけど気にしないでください。はい、グッと口角上げて、はい、じゃあ目もパッチリ開きましょう。はい、今口角上げてますね。鏡があったらチェックしてください。で、今の口角からさらにもっと上げられますか？ここに差し込むぐらいグッと口角がほっぺたに突き刺さるイメージで、はい、ここ触ってみましょう。顎ちょっとこう張った感じがあると思います。ここ上げて、またキープですよ。まだ緩めないでください。鏡があったら鏡でチェックで、時々ちょっと歯を出してみましょうか。時々こう歯をちょっと出した時と口をちょっと開いた時と閉じた時、閉じた時の方がここ疲れますね。この方が効果がありますね。で、このトレーニングをちょっとやっとくとですね、本当にいざという時すっごくいい笑顔が出るんですよ。もう本当に普通に話してても、あ、そうなんですねって笑う時もキラッとしたね、きらめきのあるような笑顔がスッとできるようになるんですよ。で、その笑顔がですね、相手の方から見たら、うわー綺麗というイメージをね、醸し出してくれるというね、本当にこれおすすめです。はい、今の間もちょっと口角上げといてくださいよ。口閉じてギュッと上げて、ちょっとプルプルしてきましたね。ちょっと私も疲れてきましたよ。で、横顔がね、横に広がったように見えても気にしない。実際は広がってないですからね。で、これをしているうちにここのたるみ肉がこう減ってくると、こう口角上げた時にブヨッと広がる感じがなくなってくるんですよ。本当にここがシャープになってくるんですよ。体重が変わらなくてもここが変わりますのでね。はい、まあ、こんな感じでね、やってみてください。あともう一つ大事なことですね。洗顔の後ですね、ここの部分、この顎骨の裏側に溜まってるこの肉を出すっていうのね、こう洗顔時のケア、ね、完全マスター編でもお伝えしてますよね。ここの肉をとにかく出す、ここを直接叩くんではなくて、こう前に向けてこう出す、これをぜひやってほしいんですよ。ここの顎骨の上に一切お肉をつけないんですよ。もうここ触ってみてくださいね。骨ありますね。で、ここに肉がこうかぶさってくればくるほど顔が大きく見えてしまいますよね。すごく顔がたるんだようなイメージになりますので、ここの上にはもう脂肪をつけないぐらい、いつもねこのトレーニングやってますよね。この時にここのラインをしっかり出しますよね。このラインをしっかり認識する、ね、すごくそこが大事ですよね。さっきのね、口角を上げるにしても、このフェイスラインのこれにしてもですね、とにかくここに刺激を与えていくことが大事なんですよね。この部分が普段何も刺激も何もない状態だとここに溜まるんですよ、お肉がね。それを防ぐためです。このフェイスラインを叩く方法はですね、顔ダンス完全マスター編17番で詳しくご説明していますので、説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこれも朝晩2回フェイスラインしっかり叩くっていうのをね、
日常生活に取り入れてくださいね。で特に明日とにかく小顔に見せたいっていう時にはこれはすごくよく効くんですよ。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おけんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おけんママでした。